青番の3コーナーから4コーナーカーブ、5番手で少し1番手の長井からたが前と車間を空けました。そして前で待つ3番手の大関、実質2分線。動いた長井に対して大関も反応していく。残り2周回、大関も前でちょっと突っ張るような感じなんですが、4番の東沢が連携少し乱れています。南関東勢4番東沢が迂回して、そして今度は関東勢の連携が乱れてしまいました。中段は短期短期というところで、1番手の長井ゆっくりと一度5番手まで車を下げて、再度ここでラインを立て直しました。3番の大関がここはかけていきます。追走が4番の東沢、5番手ここからホーム、関東勢一気の巻き返し、ペースアップは大関、外を取って1番手の長井、長井のスピードがいい、追走は2番手の大沢、そして3番手6番手の吉橋までできれるかどうか。3番の大関が現在2番手のインコースで粘りました。2番手が並走状態です。ただここは2番手の大沢が外踏み勝ちました。あとは3番手には6番手の吉橋が続いていって、関東勢このまま3人決まってくるか。あとは猛追4番手の東沢健二で4コーナー回って、先頭は1番手の長井、長井先頭ラインの上位独占決まった。